ジャパン、日本のすごいニュースへようこそ。今回は日本 EV のアメリカ優遇措置についてお話ししていきたいと思います。 EU による e フューエル認可に続いてまたまたビッグニュースが入ってきました。過去に当チャンネルでもご紹介してきましたが、アメリカの EV 販売市場において日本メーカーは窮地に追い込まれていたことをご存知でしょうか。その窮地を作り上げた原因は2022年8月にアメリカで成立したインフレ抑制法という法律によるものでした。この法律が成立したことにより、日本はアメリカ市場における EV 販売競争が非常に不利な状態となるとされていました。全方位戦略をとっていて、今まで以上に EV に力を入れるとしていたトヨタを筆頭とした各メーカーにとって、日本メーカーに不利になるルールを作られたら手も足も出なくなります。しかし日本の外交がここに来て光りました。この困難な状況を突破することに成功したんです。今回はインフレ抑制法のこれまでの経緯と合わせて、この度の朗報についてお話ししていきたいと思います。このチャンネルでは世界に誇れる日本のすごいお話や EV などといった次世代産業におけるお話などをお届けしています。日本を応援したいという方は忘れないうちにチャンネル登録お願いします。では行きましょう。2022年8月16日にアメリカで成立したインフレ抑制法、通称 IRA 法は、過度なインフレを抑制すると同時にエネルギー安全保障や気候変動対策を迅速に進めるとした法律のことなんです。この法律に割かれた予算はなんと約54兆円、日本では考えられないほどの巨額の予算ですね。いかにバイデン大統領が力を入れているか分かります。アメリカはこのまま気候変動が進めば、大規模な自然災害や極端な気象現象の増加、さらに世界規模の食料不足や飢饉の発生など、近い将来これまでのような日常生活が送れなくなるということを危惧しているんです。そのため再生可能エネルギーなどのクリーンエネルギーや自動車の電気自動車への移行など、カーボンニュートラル達成に向けた動きを欧州などと同様に活性化させようとしています。トランプ政権では気候変動対策はあまり重視していなかったのですが、バイデン政権に交代してからは気候変動対策をどんどん進めていっているんです。このあたりがアメリカの面白いところですね。民主党と共和党が二大政党として存在しているので、政権が変わるたびに方針がコロコロ変わるわけです。話を進めますと、アメリカで EV を購入する際には実質的な補助金として、もともと税額控除という仕組みがありました。これは新車の EV を購入した時に生産された国などに関わらず、最大7500ドルを所得税から控除できるというものです。日本円にするとおよそ100万円ですね。実質100万円安く EV が購入できるという制度です。ところがインフレ抑制法の成立によって、新車の EV 購入における税額控除の要件が変更となり、いくつかの新たな要件が追加されてたんです。まず控除を受けるために必須条件が2つあります。1つ目の条件は、価格が 5.5 万ドル未満、バンや SUV、ピックアップトラックは8万ドル未満であること。要は高級な EV を購入する際は優遇しませんよ、そういう話なわけですね。これはまあ理解できます。次に車両の最終組み立てが北米で行われていることです。おやおやおや、急にとんでもない条件になりました。メイドインアメリカのみ安く購入できる、メイドインジャパンを買おうとすると安く買えない。皆さんいかがですか？ほぼ同等のスペックの EV があり、1台は実質500万円もしくは550万円で買えるが、もう1台は600万円払わないと購入できない。庶民
民の感覚でいけばどうでしょう。さすがに500万円の方を買いますよね。誰もメイドインジャパンの EV を買わなくなる。インフレ抑制法とはそういう法律なんです。ちなみに2022年11月頭の時点で北米で組み立てられているという要件を満たす EV は2022年モデルで合計26車種しかありません。この中で日本メーカーとしては日産リーフの1車種のみが対象となります。現在北米で組み立てられていないマツダ MX30 やホンダ E、日産アリア、トヨタ BG4X などは見事に対象外となっているんですね。これに関しては北米で工場を作るなどして北米で組み立ての工程を行うしかなさそうです。そしてこれらの条件を満たした上で電池材料の重要鉱物のうち調達価格の 40% が自由貿易協定を結ぶ国で採掘あるいは精製されるか、北米でリサイクルされていれば$3,750の控除、もしくは電池用部品の 50% が北米で製造されていれば$3,750の控除、どちらも達成すれば$7,500の税制優遇をしてあげますよという仕組みなんです。ちなみにこれらのパーセンテージはどんどん引き上げられていくことになっています。これがインフレ抑制法の全容になります。これに関してはアメリカのゼネラルモーターズもフォードモーターも移行期間が必要だとするほどです。これは EV で台頭してきている中国を見据えた動きでもありました。アメリカは国内の自動車産業を保護しようとしているんですね。これにより雇用の創出と維持を目指し、北米地域での EV 生産を促進することで自動車産業の供給網を確保して地域経済の活性化につなげていく狙いがあるんです。そして$3,750の税額控除を受けるにあたり、電池材料の重要鉱物は一定の割合を自由貿易協定 FTA を結ぶ国から調達することを要件としていたわけなんですが、日米間では日米貿易協定を結んでいるものの、インフレ抑制法上は日本のことを自由貿易協定の締結国とみなしていなかったんです。これでは日本の EV をアメリカ市場で売ることなんかできっこないわけですね。この動きに対して2022年11月5日に日本政府はアメリカ相手に意見書を提出しました。友好国と一緒に強固な供給網構築を目指す全体の戦略と整合性が取れないじゃないかと訴えかけ、日本メーカーの製品にも適用するよう求めたわけです。正直この意見書のニュースを見ても、私はどうせ天下のアメリカ様は話を聞かないだろう、日本の外交力にそこまで期待できない、そんなひねくれた感想を抱いていました。ごめんなさい、私が間違っていました。西村経済産業大臣は3月28日にアメリカと重要鉱物のサプライチェーン強化に関する協定を締結すると明らかにしたんです。これにより日本で採取加工された重要鉱物を使った EV が税額控除を受ける要件を満たすことになるんです。今後アメリカの所要の手続きを踏まえて、日本はインフレ抑制法上の自由貿易協定の締結国になることが見込まれているということなんです。日本がどう交渉したかと言いますと、特定の国地域のみが優遇されることで、日系の自動車メーカーやバッテリーメーカーがアメリカに対する投資をためらうことになり、アメリカの投資や雇用の拡大に悪影響が出る可能性があると強調したそうです。ありがとうございます。素晴らしい働きっぷりでした。日本の EV 産業、バッテリー産業に大きなダメージがいくところでした。なんとか食い止めることができました。ハイブリッドや水素など全方位戦略を展開する中で、やはりアメリカ市場において EV を売れなければ日本車メーカーはかなり苦しい状態になるのは間違いありませんでしたからね。もちろんここから優れた EV を生み出せるかどうかも重要にはなりますが、欧米お得意のルール変更に対して日本の交渉力が実を結んだわけですね。これは日本車メーカー、バッテリーメーカーには非常
当に大きなニュースとなりました。これからもアメリカにおける市場の動きも追いかけていきたいと思います。というわけでご視聴ありがとうございました。サブチャンネルジャパンさんのお話と合わせてこの動画のチャンネル登録、コメント、グッドマークお願いいたします。それが何よりのモチベーションになります。サブチャンネルではここでは扱えない話題やニュース、コメント返信などしておりますので、ぜひ見に来てください。ではまた次の動画もお楽しみに。バイバイ。